こんにちは、仏壇こと .com の高安です。沖縄の仏壇ごとに興味がある人のための YouTube チャンネルです。さて、今日はコメントで質問が来ていたので、ちょっとこれの解説をしていきます。この BC 使っていい？っていう質問がありました。で、これBC の話のコメント欄に載ってるそのままなので、ちょっとピックアップして不明な点が少しあるので、それも含めて解説していきたいと思います。この方男性ですね。本人から言うと、本人は父親が4男で、イリムークみたいでクリスチャン、右眼しない人。で、本人長男。っていうのが前提です。で、この人から見て、ヒーヒーおじーって書いてあるんですけど、これ、大きい、なんか白い丸、家の5男を養子でもらった親、何々家を継いだ長男のものとのことです。って言って、このヒーヒーおじーの便詞ってことですね。この人の便詞で、ひいおばあちゃんがいて、兄弟は移民して、このひいおばあちゃんは沖縄にずっと住んでたと。で、祖母、おばあちゃんは一人っ子。だから、ひいおばあちゃんのこっちは子供ってことですよね。で、ひいひいおじいから言ったらこっち子供ってことですよね。で、祖母は一人っ子。なので、これも子供ってことですよね。で、お母さん一人っ子で右眼しない人。こっちの子供ってことですよね。で、お恥ずかしい限りですが、父親とも意見が合わず、妹と弟家族もセンバーキ、ゼニバーキとかセンバーキって言いますけど、なんていうの、お金にがめついって言ったらわかりやすいですか？ちょっと言葉汚いですけど、わかりやすく解説するとそんな感じ。お金が優先、みたいな感じ。なので、なんか母親はかわいそうだけど、僕は自分がおかしくなるのが嫌で、お家から離れた。これは正解だと思います。で、そんな時に母親があんたのものよって別居しても届けてくれた便紙で、未だに手元にあるのですが、これは自分のものとしてそもそも使っていいか。で、ユタとかあるあるの紙つなぎみたいのをする方がいいでしょうか。っていう質問だったんですね。まず、これを見て皆さんだったら何を考えるかって言ったら、本人からしたら、これ、系図に書いていくとわかるんですけど、本人からしたら、これ、お母さん、お父さんとお母さんがいて、お母さんの、さらにお母さん。お母さんのさらにお母さん。で、このお母さんは4番ですよね。本人は5番。こっちに書いてあるね。5番。お母さん4番。おばあちゃん3番。で、お母さんの、お母さんとお父さんがいて、こっちが2番になって、ここのお父さんが1番、お母さんってなってきたらわかると思うんですけど、基本的にこれ女性側のものなんですよ。見えますか？こっち。本人から言ったらお父さん側じゃなくて、お母さん側？で、本人長男なので、この便紙をもらうべきではない、継ぐべきではないんですね、そもそも。女性側だから。で、お母さんは一人っ子、だから兄弟いないよって言って、おばあちゃんも一人っ子。で、ひいおばあちゃんの兄弟は移民してるってことだから、こっちに男兄弟がいるはずなんですね。兄とか弟とかっていうのがいるはずなので、本来、このひいおじいちゃんの便紙っていうのは、ひいおじいちゃんの仏壇とともに、この兄弟に行くものになります。ひぬかんと、この人のひぬかん、仏壇とともにここに行くことになります。ここまではわかりますか？なので、自分のものとして使うかって言ったら、一応道具ではあるんですけど、なので、紙つなぎみたいのはしないでいいです。便紙っていうのはあくまでも、便紙は箱のことではなくて、箱のことではなくて、便紙っていうのは、酒と、水と、米、塩を、お盆などに置いた、もののこと。なので、箱のことではないんですね。で、この方が言ってるこの便紙っていうのは、
多分こういう箱のことだと思うんですよ。箱。なので私はこれは、物ではあるんだけど、仏具とか、例えば仏壇を私がいらなくなったからあんたに仏壇あげるよとか、茶器いらなくなったからあげるよっていう、この仏具の、浄土、あげるっていうのはあまり好ましくないと思っています。なので、だから貸し借りもあんまりダメって思ってるので、この BC は本来ここに行くものなので、私がこの本人さんだったら、これは使わないです。で、じゃあどうするのって言ったら、ここに渡すことができないっていうのであれば、私は処分します。あくまでも箱。これ箱なので、で、自分自身のもの。で、ここに書いてありますけど、父親は四男でイリム子みたいでクリスチャンで右岸しないって言ってるんですけど、この本人はお父さんにとっての長男なので、で、お父さん四男だから仏壇持つものはないかもしれないし、あるかもしれない。これ調べないといけないんですけど、お父さんが持つ仏壇がなければ、この本人はお父さんとお母さんが亡くなった時に、お父さんとお母さんの仏壇だけを持つっていう役割です。なので、この BC に関しては、私だったら、これは持たない。持たない。持てない。っていう表現もできますけど、これは女性側？なぜかって言ったら、女性側のものだから。もの。であることと、道具の貸し借り、あげたり、もらったりはしないから、持たない、持てない。じゃあどうするって言ったら処分する。じゃあ処分の仕方はって言ったら、うちも旦那のお母さんが使っていた瓶子を処分したことがあります。で、失敗だったらね、このユタさんにお願いするとかってやればいいと思うんですけど、私たちはこれはあくまでも道具であって、箱。ただの箱。なので、これを瓶子の箱と思わせない形態で捨てればいいっていう。茶器とかもそうなんですね。お茶碗とかを、仏壇とかお墓とかのやつを変えようって思ったら、変えるのは OK なんだけど、その前のものっていうのはちゃんと壊して、物として、ちゃんと処分捨てるっていうことをやるので、瓶子も箱を壊して、これはあくまでも、物ですよって言って、一回処分。で、心配な人はこの袋に米とか、塩とか、お酒とかを入れて、きれいに、なんていうか、何か悪いものがあったらこれを取ってくださいねっていう感じで、清めるみたいな意味かな。清めるみたいな意味で、この袋の中に米とか塩とかお酒とかを入れて、捨てる、処分する。だから、瓶子は多分木の箱なので、燃えるゴミになるとは思うんですけど、燃えるゴミとしてちゃんと捨てるっていう風なやり方をするかなと思います。で、私の場合は、うちの夫のお母さんが、お家のものを引き継いだんじゃなくて、お母さんが自分の拝みのために買った瓶子だったので、これは道理から言ったら高江助のものではないよねって、あくまでもお母さん個人の瓶子だから、これじゃない方がいいって言って、じゃあ代々高江助に伝わってる瓶子っていうのがあるかって言ったらなかったので、このお母さんが個人的に買った瓶子は処分して、私たちは私たちで新しい瓶子の箱ね、箱を買いました。だけどこの箱がない場合は仮瓶子って言って普通のお盆の上に乗せて仮瓶子作るんですけど、仮瓶子ってついてるから、これ瓶子の動画でも言ったんですけど、仮瓶子ってついてるからなんか仮で悪いことみたいに思われてるんですけど、あくまでも瓶子ってこの上に乗っかってるもののことなので、どっちも瓶子なんですよね。ただ持ち運びしやすいように右岸の時外に出すから、例えば右岸所行ったりとか手裏剣のいたりとかするときに、この瓶子持っていくっていうのが、このお盆でね、ずっと持っていくわけにはいかないし、お酒とかも入れにくいよねって言って、それを入れる箱を作ったお弁当箱みたいなものです。だから重箱で考えたらいいと思ってて、お家ではお皿に入れてオードブル出すじゃないですか、仏壇にね。だけどシーミーの時は重箱に入れる。
じゃあ重箱が壊れましたとか、重箱が必要なくなりましたって言った時に、この重箱を、なんか紙つなぎみたいにして重箱を使うかって言ったら違いますよね。重箱は箱なので、この箱を、の中に入ってるものが重要であって、箱が重要なわけではないので、っていう感じで、進めていくっていうような感じですね。なので、この BC を使っていいかって言ったら、さっき言ったみたいに、私だったら持たない持てないで処分するっていう方向でいくかなと思います。ということで今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。